山口城は埼玉県所沢市山口にあった日本の城、鞘山が丘漁の標高79から90メートルの南斜面に所在し、南六部は柳瀬川が流れている。平安時代末期に武蔵七島村山島の山口、家継によって築城された、以来代々山口市の居城となる、南北朝時代の王安元年、新田義宗、脇屋義春の挙兵に呼応した、 武蔵平一期の折、山口隆清は、一騎の中心、川越市の側につき、鎌倉久保を、足利氏光法の上杉範明に攻められ、山口城は落城、永徳三年、南朝の力を得た隆清の子、山口隆司は、祖父山口光美と共に、再び兵を挙げ、氏光と戦ったが敗北し、山口城に火を放ち自害して果てた。の子山口は、 上杉氏下審で、武蔵国守護大の大石氏に従い、山口城の大改修を行ったが、もともと館であったため別っこに小楽寺村に、猫屋城を築き、山口城の城郭としての機能を、猫屋城に移した。その後山口氏は、上杉氏が没落すると、後方城氏に仕え、武蔵国入間郡山口に四十貫を、治療、廃城になった。以後は、再度城郭として用いられることはなく、 江戸期には敷地の大半は開拓されて、二十歳や住居、ため池などに転用された。明治以後はさらに道路や鉄道が建設され、開発によってその大半が失われている。現在でも周辺の地名にはかつて城郭があったことに関連する地名が見られるものの、王子の遺構は半ば雑木林と化したごく一部しか残存せず、近年になって発掘調査が行われた他は、 所沢市教育委員会により城郭跡であることを示す石踏みと案内板が設置されたのみであった。過労死じて残存していた城郭跡の敷地のうち北西部は私有地として二十歳島に利用され南東部は資金の県道55号線の交差点に山口城跡前の名称が付けられたのみで長年にわたって放置されていたが平成12年になり 商業地として開発されることとなり、当初は遺構を取り壊して完全に整地される計画もあったものの、開発反対と遺構の保存を求める運動が起こされ、商業地として開発される敷地のうち一部が整備されて保存されることになった。現在は城郭跡であった部分のほとんどは整地されて商業施設となっているが、保存運動によって残存した土塁や空堀の極一、 部分が保存されている。現在は、城郭跡は、商業施設及び、住宅地、二地歳となっており、県道55号線をはじめとした道路によって敷地は、大きく3つに分割された形となっている。土塁と空堀が残存していた区域は、ファッション市場3基所沢店の敷地となっており、以降は、道路と、西武狭山線の線路沿いに、1号から3号の、 分類名が付けられた土類と空堀の一部がわずかに残るのみである。また、山口城石として保存されている場所から北西方向、所沢市立山口小学校から道路を挟んで南側の二地歳と林でも土類と空堀の移行が残存していたことが確認されているが、現在ではその痕跡を確認することは困難である。この北西部の移行跡については、私有地のため、 敷地内に立ち入ることはできない。所沢市の発掘調査によると、現在の山口城島駅交差点付近が本丸だったと推測されている。ありがとうございます。